松山の夏の風物詩土曜夜市。一日におよそ6万人が訪れるビッグイベントです。めっちゃ楽しいです。友達とかいて楽しいです。めっちゃ楽しいです。かき氷を食べました。にぎわう街の治安を守ろうと任務に当たる一人の新人警察官がいます。10番長を対応します。坂口美優巡査。去年秋に警察学校を卒業し、松山東警察署一番長交番に配属されました。警察官として初めての土曜夜市に臨みます。午後6時。ちょっと裁判テープ持ってこうか。無人って言うけど。交番に早速出動要請が入りました。大街道すぐ近くの駐車場で交通事故が起きたとのこと。急いで現場に向かいます。無人駐車けん、ナンバーと無線で紹介の先輩と手順を確認しながら現場へ。現場には通報した運転手の女性が、車を出す際隣の車にぶつけてしまったそうです。お怪我とか、ね、免許証と車検証と自賠責準備お願いします。坂口巡査は女性に当時の状況を聞きながら書類を作成します。何かわからないこととか、はい、大丈夫ですかね、はい、失礼します。指令175に関しては通常通り原本処理しました。交番に戻ってくると2人の女性が待っていました。落とし物を届けに来たようです。場所はどこになりますか。落ちていたのはカードケース。中には韓国で発行されたと思われる運転免許証や宿泊施設のカードキーが入っていました。拾った場所や時間などを聞き、受付の処理を行います。ありがとうございました。夢だった警察官になり、24時間の参考体制で勤務を始めて8ヶ月。坂口さんが警察官を目指すきっかけになったのは、小学生の頃に体験したある出来事でした。小学生の時に不審者に追いかけられたんですけど、その時に対応してくださった女性警察官に憧れたことがきっかけです。坂口さん、小学1年生から剣道を始め、剣道四段、大学時代には西日本2位となった腕前の持ち主です。やっぱり優しそうだなというようなところがある一方で、実は剣道4段という猛者でもあるので、これからも現場はいざという時には任せられるのかなというふうに思っています。一番長23上北1ケーラー301どうぞ。夜市のパトロールに出発です。人多くないですか。多いね。一日におよそ6万人が訪れるという松山の土曜夜市。迷子にならないように呼びかけていきます。何歳。毎週来て。何歳。美味しい。毎年楽しみに。そうですね。ただちょっとはぐれたりとかでよく迷子の中にしますので、はい、手だけ握ってあげてください。わかりました。よろしくお願いします、はい、すいません、ありがとうございます。バイバイ。坂口さん、こんばんは。子供が巻き込まれる犯罪を減らしたいと、大学時代には保育士の資格も取得しました。午後8時40分出動要請です。息子が行方不明になったと親から別の交番に通報が入ったとのこと。子供の特徴を共有し、大街道の中を捜索します。一番長4名、ドンキホーテ前まで
南進して検索しましたが発見に至りません。これよりさらに南進検索どうぞ。はい、ゲーセンの中右に行きますか。自分たちちょっとここら辺で追って、はい、移動局で再度どうぞ。僕ら入りましょうか。その間ちょっとここら辺で目的することです。大勢の86枚で発見しました。発見どうぞ。別の部隊が無事男の子を発見、交番に戻ろうとしたその直後。今何歳？うん？少年を不審に思った男性巡査が声をかけた瞬間、少年が走って逃走。何歳？6歳。何やろ、タバコ。さっきタバコ見えとったんやけど。タバコ持ってたっす。現物ありますか？未成年の喫煙です。県警によると県内の不良行為少年の補導件数は2016年から減少傾向。2022年には1469件と2016年の半分以下になりました。しかし去年は1800件余りと増加。県警は新型コロナによる外出制限などがなくなったことが一つの要因だと分析しています。また去年までの5年間の補導件数8379件のうち半分以上が喫煙による補導となっています。こちらの少年も未成年喫煙として補導。親に連絡を取ります。今いくつの？16。ちっちゃい、わかんない。松山東署から坂口さんに大街道交番に向かうよう応援要請が入りました。大街道での泥酔した現場、もうすぐ着です。どうぞ。どの女性ですか？右手側の女性。お母さんだいぶ飲まれたんですかね、今日。だいぶ飲んだんですか？酔っ払った女性が。女性はまともに話せないほど酔っているようです。しかも女性の膝の上には小さな子供が。誰か呼べますか？ジブラもちょっとこんな状態なんで、もうタクシーで自力で帰らせるのもちょっと危ないんで。家族などにも連絡がつかないため、ひとまずパトカーに乗せて東署に送ることにします。お母さんちょっとフラフラしてるけどね、今もタクシー危ない。子供を別の女性警察官が抱きかかえます。お母さん落ち着こう。大丈夫やけんね、大丈夫やけんね。お母さん、泣き叫ぶ女性をなだめながら子供とともになんとかパトカーに乗せ、坂口さんも一緒に東署へ向かいました。交番に戻ってきた坂口さん、夜市が終わった後の大街道をパトロールします。出店についてはすべて撤去しており、人数については100名ほどです。どうぞ。問題は見当たらずパトロール終了です。とても不安だったんですけど、いい勉強になりましたし、とても自分自身成長できたなと思います。少しでも早く成長して一人前の警察官になって、県民の皆様を守れるように成長していきたいと思います。にぎわう町の裏でイベントの平和運行、町の安全を守る警察官の姿がありました。